はい、どうも皆さん、こんにちは、ぎまです。今日はですね、タッチデザイナーでこういうものを作っていきたいと思います。よろしくお願いします。こうやってね、動いて、この線、このバネのような線ですね。これに触れると、こうやって、バネがうねうねとこうやって動いてくれるやつですね。早く動けば、こうやって、ごじゃごじゃになります。はい。こういうものをね、作っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、早速作っていきたいと思います。最初バネみたいなね、線のラインから作っていきます。ラインを、出してですね、今これ横一直線になっているので、ここを、端っこから、マイナス2か、マイナス2の、で、上にね、伸ばすようにします。こんな感じだったかな。はい。で、ちょっと見てみます。はい。こうやってね、まっすぐの線が、下から上に伸びてるだけなんですけど、ポジションとしてはマイナス2のところから出てます。だいぶ左端の方からですね、上にこう伸びてるような感じです。で、今、ポイントが2つしかないので、もうちょっと、20ポイントくらいですかね、出しときます。この辺後でね、また調整できますので、はい。こんな感じで。左の下の方からですね、こうやって上に一本線が伸びているような、こういう感じのものを一つ作っておきます。でですね、これをコピーして、増やしていきます。コピー。はい、これですね。こうやってやってるよね。はい。で、これ、100本これを、作ります。で、ここは 0.04 ですね。そうすると、さっきのここですね。マイナス2のところから、4のところまでですね。タッチデザイナーの空間でいうと、この4のところまで伸びるようになってきます。なので、0を中心として、ちょうど、マイナス2、0を中心として、プラス2のところまでですね。こういった感じで伸びるようにしています。ちょっと読みにくいね。はい。こういう感じですね。はい。ただこれをね、もっと 0.3 とかにしてしまうと、この間は、短くなるので、この辺のポイントをもっと増やさないとダメですね。今回も100にして、わかりやすいように100にして4にしています。はい。ここは好みで書いてください。はい、こういう感じです。はい。で、これをですね、グループ化していきます。グループ。はい。で、これ、こうを、ポイントにしてください。今どういう感じか見えるかな。ディスプレイオプション。でですね、こうオンにして、ここを、はい、押します。そう、それでもなんか左側のここだけがなんか黄色く光ってます。で、これをこの一番下、この下の部分だけですね、黄色のこのポイントに変えていきたいと思います。なので、ここですね、ここ。この部分を変えていきます。ですね、オペレーターの、さっきのラインのオペレーターですね、8と同じ数字にしておいて、また後で調整した時にこの連携して、なるようにしていきます。はい、こういう感じですね。20ですね。ここを増やせば、ここですね、このポイントを増やしたら、ここも自動的に増えるような感じにしておきます。で、ここがですね、100になってるんですけど、まあ、ここね、このポイントでいいんですけど、まあ、ポイントじゃなくて、このプリミティブっていうところですね、ここ見ているので、これをポイントに変えてあげるだけで大丈夫ですね。はい。これで自分のポイントを見るようになっています。で、この数字を上げれば、ここも自動的に上がります。で、ちょうど一番下にここですね。黄色い点がこうつくようになっています。はい。で、そのままもう一つ、コピペで大丈夫かな。グループ作ってあげて、名前だけをちょっとね、調整してあげてください。これ2番ですね。はい。で、あとはですね、今、これ全く下同じになってるの、今度上を引っ付けたいので、この上の部分ですね、書いていきます。で、このスタートのところ、ここですね、ここのポイントを、これ、こいつのマイナス1からスタートにしてください。はい。そうすると、ここがね、上に行きます。
で、下と上ですね。ます。で、ここですね。あともう一つここなんですけど、このグループを、新しく作ります。グループ3ですね。グループ3っていう名前を付けてあげます。はい。で、ここを、1番は1ですね。で、2番は2にします。で、この部分ですね。ここを下の方にしてあげてください。はい。はい。そうするとこういう感じになります。はい。で、ここからですね、スプリングを入れてあげて、あ、閉めた。はい。で、まず名前を言いましょうか。これですね。先ほど設定したこの3番のところ、ここですね。ここにしてあげます。はい。で、どうもいろいろね、調整、この辺で力加減とか、この伸び具合とかね、調整できるんですけど、この辺は後でやりますか。はい、そうしましょう。ここだけ、少しだけ、やりますか。あと、ベルチとか入れたら、ここを少しゆらゆらと動かしていく。こんな感じで、揺らしておきます。で、上と下の方はひっついてるので、これは、どこかにこう飛んでいったりとかはしないですね。はい。はい。じゃあ、ここまでできたら、ですね。カメラ。ウェブカメラ。パソコンのカメラですね。今日は使っています。何でもいいですね。別にリアルセンス持てるんだればそれでもいいですし、パソコンのカメラで良ければそれで大丈夫ですね。今回動き、デプスを撮ったりするわけじゃなくて、動きを撮るので、普通のカメラで大丈夫です。で、まあ一応、マイクロに変換して使いました。その前に、反転しましょうか。動きをね、反転します。X 軸をね、反転します。はい。で、ここからキャッシュを取ってですね、この動きの差分のところですね、を取るようにします。はい、これを繋いであげてください。取っとこう。はい。で、ここをですね、キャッシュ。これは大きくなって、ここをマイナス1ですね。はい。そうすると、こうやって動いたところだけをこう認識するようになってくれます。はい。よく使うんですけど、これトレースをまたね、この 3D に使えるようにトレースでかけていくんですけど、このままだとサイズが大きくて、トレース自体がね、重くなるので、ここで一回解像度を通します。はい、ですね、ゾリューション、これですね。はい。これで解像度をちょっと落としておきましょう。6090ですね。これをトレースして、3D に変換します。もうちょっとこれ下に乗せる。ごめんなさいね、何回。はい。こんな感じでいきましょう。はい。ちょっとポイントどれぐらいついてるのか見てみますか。ポイントが。はい、こういう感じですね。はい。これでいきます。で、まあ、一旦このままで進めていきます。今回ですね、前回までは確かパーティクルに発生させたりしていたので、ここからこうやってコピーを使って、コピーね。で、これを、ポリゴンとかにして、まあ、サイズはちっちゃく、1ぐらいかな。して、こうやって、こういうふうにね、このポイントから、このポイントからこのスフィアが出るようにして、こういう感じで、ね、こうやって使ってたんですけど、よくね、これね、今までのチュートリアルで使ってたんですけど、今回ですね、これをこのままここにね、繋いでも反応してくれないんですね。これでは反応しません。なので、ここにですね、入れるものがあります。はい、これですね。これと、もう一つ、ます。フォースというやつですね。はい。はい、これをつないでいきます。で、これは、力をマイナス1にしようか。マイナス2とかかな。ですね。
はい、こういう感じでつなげます。まあ、見た目はね、そんなに変わらないんですけど、まあ、間にこの2つ入ってますよということですね。はい、こういう感じです。はい、これでいきます。あと、そっかそっか。もう一個すいません、忘れていました。サイズがね、調整しづらいと思うので、ここにトランスフォームを入れておきます。あとね、サイズが小さいんですよね。なので、これぐらいの調整しておきますか。またここね、後で調整しておきます。はい。で、あ、もうちょっと反応してるのかな。これで少し、反応していますね。ちょっとわかりにくいんですけどね。はい。もうちょっと大きい方が良さそうですね。まあ、後で調整しましょうか。で、この辺の数値もじゃあ最初に変えます。はい。と書いていきます。もうちょっと大きめに、大げさにね、動いてほしいので、この数値と、この数値も下げます。はい。でですね、そうするとね、少しまた見た目が変わりますね。はい。で、まあ、割ともうちょっとね、早く、戻ってほしいというか、なんかね、強い画面にしてほしい。こんな感じでいきましょう。でですね、少し、これをまた、2D に変換して、レンダーでかけていくんですけど、このままだとちょっとね、薄いので、ここで、また、違うやつ、ラインをね、太くしました。はい、それをね、これを使っています。ラインを太くするやつですね。で、このままだと太すぎるので、ほんの少しだけ、それで少しだけ太くして見えやすくしています。はい、こういう感じですね。で、ディレクション。はい。で、この間にですね、4ポイントもいらないので、ここは一番低く、ただこれ2が一番低く、1にできないんですが、2が一番低いので、2にしておきます。はい。この縦の方のポイントはですね、一番最初のラインのオペレーターに合わせておきます。はい。これに合わせておきます。こうするとね、向こうの数値をもしも20からもっと50とかに増やしたいとですね。で、増やした場合は、ここも一緒に増えてくれます。このポイントがね、大きければ大きいほど、この、ちょっと今カクカクした動きになっていると思いますが、ここがもうちょっとポイントが増えて動いてくれます。まあ、好みですね。はい。じゃあ、これを、一回、ジオメトリですね。すみません。ジオメトリと、カメラ。ライトも入れときますか。ライトいいかな。今回、色はシンプルに。これでいきましょう。はい。で、これで、レンダーにつなぎます。はい。はい、こういう感じですね。で、今ちょっとカメラが上向いてるのかな。なので、カメラ少し下に下げます。次がちょうどいいぐらいかな。はい、これぐらいでいっときましょうか。とりあえずね、これぐらいでいっときます。で、まあ、僕とこうやって反応してる感じですね。はい、で、背景はやっぱり、ね、黒の方が見やすいので、背景はね、いつも通り黒にしておきます。このスケート。で、黒ですね。はい、会場でもここで、ね、しておきますか。はい、で、ここに今つないで背景黒にしておきます。はい、こういう感じですね。で、こうしたらまさかね。はい。こういう感じで、少しだけですね、
なんか動いてるような感じになってます。で、これでサイズが大きいのかとか小さいのかとか、なんかわからないんですよね。なので、ちゃんと合ってるかどうか、わかりにくいのかもわかりませんか。ここで、ですね、こいつを引っ張ってきます。ここからですか。アウト。ミュールでもいいですけどね。何でも大丈夫です。引っ張ってきます。これがこうですか。これですね。この一本だけを引っ張って切ってもらって、ここにつなぎます。こういう感じですね。で、こう見る方がいいかな。はい。で、あ、少しずれてますね。カメラもうちょっと下げますか。1.1。少し下げてもいいのかな。2ぐらい。じゃあ、とりあえずこれでいきましょう。で、このね、この手の動きとこのポイントの動きがずれてるような感じしますね。なので、その辺も調整していきたいと思います。このポイントですね。これを見たいので、トランスフォームから。P からこんなダメか。ここから、これをつなぎます。ああ。はい、これを出してきてください。はい。ちょっとじゃあこれあるにつないでですね。そうすると、こう、ちょっとずれてるのわかりますかね。サイズはやっぱ小さいかな。もうちょっと大きくしましょうか。この手の位置とですね、この、この、何ですか。ポイントのこの位置。これが同じになってほしいので、少しやっぱ小さいですね。見ておきます。スケールで、失礼しました。3。もうちょっと大きくします。3。ちょっと 3.5 ぐらいでいきますか。3.5 ぐらいで多分、いいぐらいですかね。はい。これで、まあ、ちょうどいいぐらいのところに、このポイントと、この動きと、このポイントが来ましたので、これでいきたいと思います。こんな感じ。はい。で、このポイントがちょっとね、あると邪魔なので、ここは消します。このぐらいですね。なので、ここをちょっと出しますか。はい。今、こんな感じで。なので、この触ったところで、スプリング、ここですね。されて、こうやって反応するようになります。はい。で、今、ポイントが、20でしたっけ？ポイントが20なので、ここをもうちょっと増やしてあげれば、もっと動くようにはなります。こんな感じですね。でも、ちょっとね、フレームレート重くなってしまうので、まあ、この辺は見ながらですね、調整して、20、30とか、これだったら大丈夫じゃないかなと思います。で、少し色付けもしてみますか。パレットですね。パレットの中から、今回は、どこだったっけ。これを確か使ったと思います。はい。これで、詳細度を、つないでおきますか。はい。これで動かすとですね、こういう感じで、こういう風に動いてくれます。はい。気持ち悪ければ、これも外してください。はい。これでですね、このスプリングのものですね、線をいっぱい引いて、スプリング、このバネをつけて、で、こうやって当たり判定をとってですね、動きに反応する、このインタラクティブアートなものができるようになりました。はい、こんな感じです。で、もうちょっと数値とかこういじって遊んでみてください。この辺いじるとね、すごく変わるので、まあ、そうかな。うん。じゃあまあ今回はこれぐらいにしておきます。じゃあはい、最後までありがとうございました。